ある大丈夫、よいしょっと。はい、はい、これでもめっちゃ行音多いっすよ、うん、特に A なんていうのはもうウキウキですね、いいっすね、これはい、ね、まあ、なかなかまだね、私立受験っていうものに対してこう感覚ってないかもしれないんですけど、すごい大事ですよね、文法問題っていうのは。で、私立だと出ますし、はい、抑えていかなければならない。私たちはこのタスクに関わることに大きな価値を見出しているっていうところで並び替えが出てきました。で、この問題の難しいところっていうのは find の語文形っていうのはなんとなく頭の中に浮かぶと思うんですよ。例えばこれもここ見たら we find it っていう形までなってる。例えばよくあるのがほらなんかこんなあるよね、 we find itDifficult みたいな形で、ごめん、チャラッと書くけど、で、こう、to do 以下があって、何々することが難しいと思ったよみたいなのは英語ではよくあって、で、この it の中身が to do だよっていう、要するに find の、意味上の目的語ってやつ。で、SVOC を取る形、つまりここに入るのは、形容詞っていうのは、皆さんもある程度この時期になったら押さえてる時は押さえてるよね。私たちは何々することは難しいと思った。ただし一緒なんですよ。で、そのただ今回形容詞のところっていうのがこうグッとくる形容詞がないんだよね。パッて見たらないんですよ。ただこれこんな風に考えれるんですよ。あのね、オブプラス抽象名詞というジャンルが英語にあります。これ必ず覚えてください。オブプラス抽象名詞、まあね、まあ、なかなかまだ慣れてないんで抽象まで書こうか。オブプラス抽象名詞、別名オブ中、オブ中って言ったりするんですけれども、これ何が言いたいかっていうと、オブプラス抽象名詞は形容詞を表すっていうのがあります。で、この今簡単に書いた図式だけでは当然わからないので書きます。こういうことです。of って入れた後に、例えば use、 これ名詞意味の使用です。これがイコールこういうことです。 useful を指します。これは of プラス抽象名詞というジャンルです。 of プラス抽象名詞というジャンル、これはぜひ押さえてください。じゃあ例えば他何があるか3種類だけ挙げておきますね。で of の後に value がつくと variable、 役に立つ、 of importance、 で、すいません、ちょっと下行きますけれども important、 必要である、こんな感じ。だから形容詞の一語で表すもの useful とか variable とか important とかをオブプラス抽象名詞という風な形で表すという英語のやり方がある。そしたらこのオブプラス抽象名詞は形容詞の役割を果たすので、今ちょっと色こっち赤、青でしたけども、じゃあ赤に変えさせていただいて、この形容詞が当てはまるところに直接入れちゃっていいんだわ。だから、まあ、せっかくそのまま、赤色でやると、ごめんなさい、ちょっと空所の大きさと合わないですけれども、 We find it of great value。 で、要するに V が S、Find が V、It が O、その後の Of Great Value が C っていう形ができちゃう。これめっちゃ良問っす。で、
以外、後ろは to do 以下が残るので、はい、関わるは受け身で to be involved in の形を取るので、 to be involved in this task がこの it に入っているように考える。私たちはこのタスクに関わることに大きな価値、ね、大きな有用性を見出しているっていう形で、回答は We find it of great value to be involved in。 これめっちゃ両問する。これ3をつく問題系です。いつも言っているのは、受験っていうのは基本的に、例えば10問問題があったとしたら5問は基本的に取れる問題になっていて、この2から3問が差がつく問題です。でもう残り2問はもうむずです。別にここで取れなくていいってやつです。で構成されてて、ここ取ってここ取ったかどうかで合否が決まるようになってます。当たり前ですけど、全部差がつく問題にしたらその大学受ける人いなくなるでしょ。こんな大学受けたくねえよってなってくるからさ、わけわかんない平均点、平均点20点とか出されたらさ、受ける気なくすやん。だからギリギリで落ちるか落ちないかぐらいのところでどの大学も設定してくるから、それがそれぞれの大学のランクで、使われてるからっていうところです。この問題については普通にカンカン同率マーチレベルでも差がつくレベルになってるので、まあ近畿って結構いい問題を出すんで、そのあたりはぜひ。はい、で次です。これはやりやすいね。逆にエマが誰に連絡を取っていると彼は思っているのだろうかっていう風なところですよね。はい、で結局書き出しのところっていうのは、エマが誰に対してってなるだけなので、まあ普通に単純に Who does he think でいいんですわ。これで OK です。はい、で、その後に Emma will get、これは普通にそこそこそのまま。で、ただし一応構造としては、でも Will Emma get にはならないよね。必ずここで疑問詞使ってるから、後ろは肯定文ね。これは間接疑問文だったよね。ここは必ず通常の形、なぜなら間接疑問文になっているからね。基本的に英語というのは一度、疑問詞を使って疑問文を作ったら後ろは肯定文になると。なのでよろしくお願いします。で一応構造としては、Who does he think Emma will get in contact with の後ろに、実は正確には whom なんだよね。でこんな位置に残ったら変だから前に出してきただけで、これが決めた。エマが誰に対して連絡を取っていると彼は思うのかです。大丈夫ですか。はい、一番後ろに whom があったんだわ。だからなんかちょっと変な感じするよね。誰が連絡を取ってると思ってるのかじゃなくて、 whom っていう形で誰にだったんだけど、 whom は文頭に持ってくるときに who に変える必要があります。 whom から文頭で始まったら気持ち悪いでしょ。まあ、ちょっと古い英語で by whom ってやる技があるんだけども、それはもう最近あまり出ないんで、一番後ろに whom、誰に、誰をで入っていたものを文頭に持ってきた結果 who になっているというふうに考えて、はい、よかったでしょうか。こんな形になってます。あくまでも彼が思ってるので does he think ですねっていうようなところです。はい、次の C も、これもなかなかいい問題ですね。はい、C も結構綺麗な問題ですよ。そのアイテムを手に入れるのにいくらかかろうとも支払うつもりだってなった時に、まず皆さんが頭に思い描いてほしいのはコストを用いた表現。これはもうこのうちに慣れといて、It costs、 目的語2つ取れます。その1、人。まあ、ただ人ないこと多いです。その2、金額で、 IT の中身何ですかって言われたら、 IT の中身に対して、To do を置くっていう形ができます。はい、ね、人はニョロニョロするのに金額がかかる。
大丈夫かい？で、ちょっとね、丁寧に色付けとくと、ここの O1 がこの位置になっていて、ここの O2 がこの位置になっている。次に、この IT を用いた文章の場合、いくらなんですかって聞かれた場合、この金額のところを文頭に持ってきて、How much を使うのが基本です。ところが、今回の問題は通常の How になっていなくて、いくらかかろうともっていう、どれだけの ever やな。Whoever、誰でも。バーといえば何でも、どれだけのエヴァっていうのを僕しますけれども、複合関係副詞の however になってますんで、書き出しのところはこうなります。そのまま赤でじゃあ持ってくると however much になります。 however much、 この書き出しになります。あ、ごめんなさい、大文字にすればいいですね。 I'm willing to pay however much です。ごめんなさい、 however much いいですか。How much にして、ほんで、これ例えば How much 聞くときは How much it costs、 まあ人 to do 型になってハテナので、この残りが入ればいい。ただ、あ、失礼、まあ、How much の場合だったら例えば Does it になるけどね、 Does it cost の形になるから、今回はまたまた間接疑問文なので、肯定文の形になるので、この後ろは It costs to get。 はい、However much it costs to get the item という、はい、後ろに Pay 以下に大きな大きな目的語が入っています。ここのところが Pay 以下の大きな大きな目的語です。ここまで大丈夫そうですか？大丈夫そうですか？ここまで大丈夫そうですか？はい。ここまで大丈夫そうですか？大丈夫ですか？そう。だから、頭の中にこれは、it コスト、人金額、o to do 型がないと、ちょっと出てきにくいです。うん、そうそうそう。however much が先に入ります。そう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 。で、今回は D までですね。はい。4番目。ひとたび慣れてしまえば、この問題は、この課題は簡単になります。You will find this assignment easy. ほう。となっていて。はい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 。で、こうですね。はい。ね。これ、ぜひ今日一つプラスアルファいいもの学べますね。まず、この接続詞を覚えるいいきっかけになったと思います。こんな接続詞があるんだぜ。Once S プラス V。一旦ニョロニョロすると。一旦ニョロニョロすると。Once です。Once S プラス V。一旦ニョロニョロすると。これ、めっちゃ覚えてもらえると嬉しいんやけれども、バランス以下の出来事が起こったら、その前の状態に後戻りできない感じ。だから、これ、英作で、昔、大阪一律の頃や、大阪一律が出してるんだけど、大人になったら、みたいな感じで、もう子供の頃のなんたらは味わえないみたいなやつで、この大人になったらっていうのは、when では書けないんだわ。だって一度大人になったら子供に戻れないじゃん。うん。やし、その場合は once、なんかその時は they やったけど、they become adult っていう書き方をする文章だったんだけれども、こういうこと覚えておくと結構いいです。だから大人になるとその後も二度と戻れないじゃん。また子供に戻れないでしょ。そういうふうに文脈上一旦何々するのの once っていうのはもう後戻りできない意味が含まれるから、そういう時は大人になったらとか、この仕事を終えたらみたいな感じの時、うん、で once を使う時はもうその前には戻らないことを指すっていうふうに考えたらいい。
だから今回もひとたび慣れてしまえばっていうのは慣れる前の状態にはもう戻らないです。だから、once から始めるんですけれども、once、you、だからこれがね、あれだよね、get used to and 使ってきました。you have gotten used to。 この並びがいけたかなって感じです。you have gotten used to。 これですけれども、皆さん慣れている、あれあれあれ、これぐらいだったらもう多分慣れてるんじゃないですか。 be used to、N ないし ING の形、何々することに慣れている。で、これが普段から平然慣れているのではなく、物事が変化して慣れていった場合は割と get を使います。 get used to、 get used to、 この get を使ってもいいので、今回は got を使ってきました。こんな感じです。だから正解は once you have gotten used to it。はい、で、完了形の意味がこもってました。よろしく。はい、be used to ing 必ずもし抜けてたら絶対押さえておいてね。何々することに慣れているの be used to ing です。にそれに対して今回は割とその慣れきった後、うん、慣れたっていう風なニュアンスが入って、割とゲットを使うこと多いんで、まあ、大体同じ意味でいいんですけど、ゲットを使ってきたっていう感じです。はい、なところですね。さあ、もう多分、最後ここに3つ問題並んでて、イディオムの問題なんですけど、多分まだみんなもしかしたら苦手なのは、こちらの方のタイプの問題かな。要するにイディオム型、まあ A に示される意味を持ち、かつ B の英文の空所に入れるのに最も適した語、すなわち A のあれだよね、 AA 辞書みたいなもんですわ。はい、 AA 辞書的なもんで、はい、3つ問題見ていきますけれども、1つ目ですが An advantage that is given to a person or group of people、まあ、とある人物や人々の集団に対して与えられる利点ですね。で、B のところが The company gives to employees who have worked more than 10 years 10年以上働いている従業員に対して何かを与えてます。で、勉強してる人、ペンション、年金だから、あ、なんか年金もらえるんだな、ずん、まだ働いてるし、やめてねえしね、でもこれ両方ですわ。ドネーションは寄付、これ選ぶ人結構この時期多いと思います。あとね、プレファレンスが正解です。プレファレンスっていわゆる嗜好品の意味、嗜好っていう、ごめんなさい、右漢字バカすぎて嗜好っていう漢字が出てこないんですけど、かけた方がいいよね。嗜好、こんな字やって、はい、なんかみんなも見たことあるよね、口辺に色を書いて火らしいよの意味があるんだけど、これポリファレンスって知っとくというのが特権の意味です。その人にだけ与えられてる恩恵のやつ、特権って意味です。結構いなかったね。特権って意味があるのはこっちの意味だから、10年以上勤めている従業員に対して特権が与えられますっていうのです。確かにそう言われると年金よりもこっちの方が、文章的にははっきりするんでってだけです。両問ですよ。うん、多分受験生多くペンションを選ぶんじゃないかな。多分年金ってさすがに会社辞めてないといけないし、うん、会社辞めてない状態で年金もらえたらちょっとそれは制度上おかしいのでっていう、なんとなく高校生の常識の範囲と大学が求める常識の範囲もずれてるので、そのあたりの難しさあるかもしれませんが、はい、次です。 A が in an acceptable or suitable way ね、まあやりやすく適した方法、はいはいはい。で B、 unfortunately 残念なことに candidate 候補者ね、この辺もしっかり覚えておいてください。立候補する人のことです、候補者で。 did not dress for the interview、 インタビューは面接の意味なんだろうね。候補者は面接にあたって、はい、これはまあ properly 適切な、まあ、適切にか、はい、まあ、適切に、服を着ていなかった、
あのみんなも困るやつで、服装自由でいいよって言われて何着てくかってみんなでメールするときのあれ、はい、あの感じ。 invariably っつったら変わらないやからね、めっちゃ変わるじゃないからね、普遍に変わらないやからね、あの要するにあの barely が変わるの意味だから invariably で変わらない、普遍にっていう。まあ flexibility、 flexibly、 まあ柔軟にとか、まあこれは大丈夫でしょうね。うん、はい、次 A、 A というか3つ目、 very great in size or amount、 まあ大きさとか量がバカでげえと。はい、ね、こんなこと書いてあります。 She chose not to buy the old house、 彼女はその古い家を買わないことに決めました。 because ofなんで、はい、リフォームするののコストがものすごいかかると。これ in ついてなかったら「い」は正解なんだよね。 in つくと significant は重要ではないじゃないからね、取るに足らないだから、些細な、これと一緒、あとか trivial、 trivial と一緒、トリビアを取るに足らない、これ一緒です。トリビアと一緒になります。モデスト、モデスト覚えてて、モデスと謙遜、謙虚なモがいたんですよ、モがすごい謙虚なんですよ、謙遜した、モデスと謙遜です、謙遜した、謙遜ってこうかな、あの謙虚な感じ、すいませんすいません、モデスと謙遜です、モデスモデス、はい、もうめっちゃ謙遜してます、はい、モデスモデス、で、モデスト、モデスト、謙遜した。で、バリアブルは、これは、単純に価値のある。で、エノーモス、巨大な。むしろね、はい、まあ最後、あ、もう、長い間正解できたかもしれないですけど、これ絶対覚えてるね。これ、せっかく。はい、あの、よく君らも絶対カタカナ語で聞くじゃん。住宅リフォームとか CM やってるでしょ。リフォームするっていうのは、これ、無理です。これ絶対覚えていて、なんでかっていうと、最近の英作あるあるで、あの、空き家問題。大丈夫、空き家問題。空き家、vacant house。家の周りにもあったりするでしょ、空き家問題。あの、空き家問題は英作で、ちょっと今、ハイリストされましたけど、数年前、読んでました。3年前の広島、4年前の岡山。空き家問題の時に、リフォームって使いたいんだ、空き家をリフォームしてって。の時に、これ使えなくて、リノベイトでやってください。これはぜひ。日本人って、カタカナ語でリフォーム、リフォームって言うから、リフォームだと思うんだけど、無理です。リノベイト。じゃあ、リフォームって何って言ったら、改革するんです。社会改革とかあるけど、リフォームって言ったら。うん。なら、The Japanese government should reform The employment system、 まあ、日本政府は雇用問題、あの雇用の問題を改革すべきだみたいなね、ジェンダー problem、 あの女性の要するにあのジェンダー問題を改革すべきとか、ああいう系改革の方です。だからこのリフォームするリノベートでやるっていうのがあのものすごい大事なので、押さえておくとよき。はい、ということで、はい、前回のところのマッツケです。お疲れ様でした。どうでした、どうでした、どうでした、どうでした。多分ね、やっぱね、後半の単語結構まだ皆さんやられてる可能性ありますね。どうでした、お、どうでした。そう、みんなね、近畿大にちょっと余裕しようと思うんですよね。近畿大は入試問題すっごいいいっすよ、普通に。ちょうどすごいいいところをかゆく出してくる。しかもこれ一応公募やからね、普通の入試になるともう一段階あります。これ10月、11月のほら学校から許可もらって推薦で受けます、受けたら絶対入りますってやつ、公募推薦ってやつでの問題だから、実際はもうちょっとむずいです、一般になると。はい、ということでね、あ、情報として多分明日か明後日ぐらいにまたチラシ配りが放課後あるらしくて、放課後でその、あ、二水ね、ごめん、二水ちょっと多いんで、二水放課後やらしくて、あの、お菓子入れてるらしいです。
よかったね。餌に釣られろ。はい。餌に釣られてくれって言って。まあ、ぜひね、年間5000円のキャンペーンやってますから、はい。チャンスだと思って頑張ってください。はい。とにかく紹介したら5000円なんでね、よろしくお願いします。あ、よっしゃ、ちょうどやりましょう。7番。これ結構、7番の長文も、なかなかちょっとね、スッと読めそうなんですけれども、結構、効率レベルのいいとこついてくる役があります。はい、じゃあ、いってらっしゃい。そうですよね。あ、さっき、あ、ちょっと待ってください。コピー機の中、すいませんでした。これじゃないの？本当に汚いって急にすいませんでした。
最後読めてないと4択がいるときついですよ。頑張ってください。あ、どうしよう、これ結構むずいか。第2パラグラフが完璧に読めてないとちょっとやりにくいですよ。全部終わって余裕のある方はここから子訳してみるといいです。これをねじってやつするとねじってやつ、こっちが今回の鍵となる表現が一つあって、鍵というか教えたい方法がここにあります。ちなみに訳すときデビュタントは普通にもう今回はあえてデビュタントでやっていいです。あえてデビュタントでやっていいです。もしここ今役ちょっと時間あっていろいろやってやるって言ったらデビュタントでやっていいです。デビュタントってカタカナでいいです。デビュタント、
デビュータントはデビュータントはフォアとのつながりです。そんででもね、ちょっと学んでおくといい力になります。50分になったら解説始めますわ。さあ、そしたら行きますか。ダンスに関する文章ですね。はい、見てまいりましょう。Sometimes dance serves to help teach social rules to young members of a community. 時にダンスというものは、はい、コミュニティの、まあ、社会のルールですけど、まあ、コミュニティの若い集団に対して社会の役割、社会での役割を教えるのに
役立つよう提供されてきました。サーバーが提供するっていう言い方があるんで、こんな感じになりましたね。はい、A kind of dance called a minuet is a good example。 メヌエットと呼ばれる、カタカナ語だとメヌエットって言います。これ今一瞬見せます。メヌエットと呼ばれるダンスの種類が、まあ、いい例です。まあ、メヌエットと呼ばれるある種類のダンスがいい例です。 The minuet originated in FranceAnd by the 18th century, have become popular among the European elite. European elite, 失礼しました。簡単な単語ですが、各場面も出てくるのでやります。なぜですかって、in と from の二択でやってください、電子は。何々を起源とする。何々から生まれる、起こる。ね。Originate はインかフロンの前置詞です。はい、フランス由来のですね。メヌエットはフランス由来で、18世紀までにヨーロッパの上流階級の間で大変有名になりました。はい、で次ここからです。まず最初のところ、インブリティン、まあ、これはイギリスではいいんですけど、デビュタンツで、私はとりあえず役ちょっと余裕ある人やってみなって言った中で、デビュタントでいいよって言ったけれども、正確に言うとこんな感じです。社交界にデビューする女性、です。社交界にデビューする女性って意味なんですけど、別に今回はいいです、そこじゃないです。今回のポイントは2点で、まずデビュタントという単語を見た時に人であることが想像できると嬉しい。なぜなら名詞でニョロニョロアンとは基本的に人を指します。ニョロニョロアンとはこれ人を指します。はい、どういうこと、何が言いたいんですか先生っつったら、例えばこういうことです。サーバント、塩さん、サーバントどうですか。飯使い的な、わかる。だから暗記する時のコツにして、アント系来たら役職付きの人です。一般的に何でもいいです。パーティシパント和田さん、パティシパント。パティシペイトいけるやん。パティシペイトイン。パティシペイト参加するやから、パティシパントで参加者みたいな。こんな感じ。アント系って基本的に人に肩書きつきます。はい。あと、例えばめっちゃ簡単な例で言うと、アシスタント。助手みたいな。ちょっとレベル高いのありますか。ディッセンダント、嫌な場面で俺に燃やすのよ、東野さん。ディッセンダント、その下に下に降りている人たちです。ディッセンダント、子孫。お、正解です。素晴らしい、子孫。だからアント系って基本的に人に肩書きつくんで、こういうふうなイメージ単語で捉えてもらったらいいっていうのを、まず、アント系の持っている派生語の広がりについてここでは学べます。はい、ただそんなことよりもめちゃくちゃ大事なのは次のところで、まあ、これも大事なんですが、これです。皆さん役を書いてもらった人もいくつかいますけれども、はい、教えなければならないのはここの部分です。何ですか、なんですか、これカンマオワってやつです。カンマオワニョロニョロで、皆さんがオワってみたら基本的に A オア B で A または B です。こんなもんもう皆さん下手したら小5ぐらいになってるかもしれませんね、はい、英語教育最近小学校から入ってますから、はい、ね、小学校で What do you write とかなんかやってますからね、はい、で違うんですよ。カンマオアっていうのは、まず形が特徴があって、こっちに大体ちょっと難しめの単語とか具体語が来て、その後に説明補完が来ます。こうなってるでしょ、実際。で、こういうことです。
これこういうふうに言われてます。はい、書いておいてください。これ国立の役でぜひ上げ出します。出てきたら還元の緩和って言います。還元ってどういうことですかって言ったら言い換えなんですよ。 A 緩和は B じゃなくて A ダッシュです。何が言いたいの見極めって言ったら、この A ダッシュの部分が基本的に説明とか補完が入ります。説明補完が入るって言います。だからこの役見た時にみんな頑張って書いてる姿は、見れました。みんな頑張ってんなと思いながら見てました。ただ、入試っていうのは箱庭だから、還元のオアを知ってるかどうかでここに下線部が浸れてたら点数がつけられます。これつまり訳するときこうなんです。 A すなわち A' で書きます。あの還元ってこと、説明とか補完しないといけないんですよ。これぜひ今日よかったね、いいタイミングでした。はい、還元の緩和はって言います。見抜くコツは、A の部分がやたら難しい単語で、カンマが当然ついていて、後ろのところが説明っぽくなっている。同じ似たような単語のことを指したときに登場します。還元の緩和は。で、これが出てきたら具体的に、またはとかやるんじゃなくて、すなわちとか、つまりはっていう一言を、ちゃんと役のところに入れといて、私分かってます、アピールしてください。受験はアピールで、とにかく。アピールします。と、あともう一つあったのが、地味に be about to do の形の about だけを形容詞の修飾句にして使ってますね。be about to do。これはなんとなく知ってる。まさに、ニョロニョロしようとする。を、about 以下を高知修飾させてますわ。こうやって。で、結局じゃあ先生どういうこと？デビュタントの説明がこの青色の方、これ全部です。だから、今ちょっと書いてるかな。これこんな感じです。イギリスでは社交界にデビューする女性、すなわち、彼らの初めてのダンスに参加することによって、武道会とかでもいいですよ。彼らの初めての武道会に参加することによって、大人の社会の入り口にまさに入ろうとしている上流階級の女性。アッパークラスウィミンっていうのは、アッパークラスは上流階級のことでした。これはぜひ覚えておいて、上流階級。これ普通にそういう貴族とかだけじゃなくて、日本社会とかでも使えます。アッパークラスって結構言えます。うん、あ、簡単です。あの、low class、middle class、upper class です。lower class、middle class、upper class です。低層階級、中流階級、下層階級、これできます。はい。OK ですか？初めての武道会に参加することによって、大人の社会の入り口にまさに入ろうとしている上流階級の女性。で、説明するのが終わり。で、あとは後ろ処理すればいいんで、初めてのメルエットに向けて厳しく訓練されました。はい。ですね。こんな感じです。約、ちょっとこっちはちょっと約載せるのはちょっと今時間もあれなんでいいんですけど、とにかく還元のオアができてるかどうかでこれ検査つきます。受験はとにかく、採点のポイントが必ずあるんで、これはカンマオアにポイントを置いてる。あとは About to の高知修正。に置かれてると思ってください。よろしくお願いいたします。はい。はい、これね、当時のね、18世紀ぐらいのヨーロッパの、本当に14歳、15歳、あなた方の年齢など、かなりもう年齢いってるぐらいです。もう向こうは13、14で結婚的歴になっちゃうんで、はい、っていうぐらいのところです。で、厳しく訓練されます。They usually dance it before a crowd of people who would critically observe their movement and behavior. Critically は批判的にです。まあ大丈夫、あとで調べてるかな。はい。彼女たちの動きや振る舞いを批判的に観察している大衆の前で、この before は地味に面前の before って言います。面前って何？インフロントオフと一緒です、これ。ああ、そういうことね。本当の前ってやつです。はい、この before は時間の before じゃないんですよ。インフロントオフと全く一緒、目の前ねってことです。
大衆の目の前でしばし踊った。This dance taught them how to behave like a member of high society. このダンスによって彼女たちはね、その上流社会のメンバーとしての振る舞い方を習ったのです。こんな感じ。メヌエって言います。はい。例のごとくちょこちょこ、ね、何らかの動画とか使いますけれども、はい、ちゃんと見つけてあります。はい、ちょっと暗くなります。いきなりすいません。パシー。はい。17、8世紀ぐらいに主流だった貴族たちのダンスです。はい、CM 入るかもしれませんが、YouTube の CM ちゃんと抜いてても入るのがね、幸せってあるんだよね。CM カットまで出ててももう無理だもんね。ひげ剃ってますね。はい。はい。メネット流れますよ。あ、ちょっと面白くない方でしたね。おばさんが必死に説明してる方でした。こっちの方が分かりいいような気がします。こっちだったかな。メネット。こっちの方が分かりいいでしょ。もう一回 CM 入ったらいいですよね。あ、これが分かりやすい。はい。こんなやつ。こっちがデビュタント側っすわ。はい、極めて単純にするだけなんでもう終わりにさせていただきますね。もういよいよ眠気が来ますんでね。はい、ただなんとなく分かるようにそれぞれがなんかこうね、いわゆるこうハプスブルク家のとかブルボン家のみたいな、ベルバラでいうオンディーヌ家のみたいなやつで、こうママ母が、うん、何々家のあの子はいいダンスをしてるわ、うちの嫁に欲しいみたいな、こんな世界の、こんな世界観のやつです。こんな世界観です。で、そうすることによってできるだけ振る舞いが上品だと、でさらにちょっとお金もいるんだけどね、しっかりお金準備できて振る舞いが上品だと選ばれて素敵な家に嫁ぐことができます。まあ世界史でいうブルボン家とかまさにそれですね。マリー・テレーズが出てきたと思いますけれども、はい、1番気をつけようね。3を選んだあなた、別にダンスでの役割を言っているわけではなく、これは正解は4番であって、ダンスの持つ最も適切な振る舞い方の方を言ってます。3番を選んじゃうと本当のただただダンスでの踊り方になっちゃう。これはメヌエットをダンスする際に女性が演じる役割になっちゃうから、これは本当にダンスのパートのことを指しちゃうのね。今はそうじゃなくて How to act properly、 適切に振る舞う方法を学ぶっていう方ですね。だから4番が正解です。さあ、メヌエット編がまずこうなんですけれども、さあ今回面白かったのが後半です。まあ正直読んでる皆さんは苦労した方なんで面白くもないっていう風なところかもしれませんが、これはしっかり読めるとかなり衝撃的な内容です。はい、いきます。 Dance has also been used to make sure that the dog follow the laws of their community。 ダンスはまた大人たちが彼らのコミュニティのルールに従うことを確実にするために使われましたっていうようなところですね。メイクシュア、確かめる、確実にするっていう言い方をします。An example comes from research conducted in the mid-19th on dances performed hand after hand by the Mbuti Pygmies, an ethnic group living in parts of Central Africa. クソなげーなっつって。ここ一応同格のカンマってやつです。ピグミー族の説明です。これは単純に同格。はい、こんな感じの訳の仕方。長ったらしかったら別にまあぶっちゃけ流し読みでいいんですけれども、とにかく丁寧にやるんだったらきちんとこうやってねやれば別に全然問題ないです。はい、もうこの文章これで終わってますよ。はい、例がある。
霊は由来している。ヤギクサイポンカムスなんですけど、後ろからきちんとやるとこんな感じです。全部後ろ訳しちゃってから、最後のこういった霊があるって言い方をしましょうか。はい。こんな感じです。はい。中央アフリカのとある地域に住んでいる民族集団であるピグミー族によって狩りの後に演じられる、ダンスに対して1900年代の半ばに行われた研究結果の例があります。もう一回やりますか。はい、こことここつなぎました。はい、中央アフリカの一部の地域で暮らしている民族集団であるピグミー族によって狩りの後に行われたダンスに対して、1900年代の半ばに行われた研究結果のような例があります。こんな感じです。後ろのね、副詞が長すぎるんで例があるのを最後に取っといただけです。こういった例え例があります。はい、で次です。 Suppose something has gone wrong in the hunt。 Suppose で始まる文章はこれと一緒。想像してごらん、想像してください。はい、狩りの途中に何かがうまくいかなかったことを想像してください。こうです。はい、で、皆さんの下線部訳で示したのはここです。はい、いきます。これは、for example は先処理しましょう。例えば、an opportunity to catch an animal was missed because 以下です。はい、先に because 以下処理しちゃいますか、副詞なので。はい、someone neglected to perform their role of hitting the ground to drive the animal toward hunters。はい、いきます。まず、ドライブに対して運転するばかりのイメージがありますが、例えば OC で S は OOC の状態に追いやるといったような特定の方向に進めるようなニュアンスがドライブにあります。運転するっちゃそこから出てきてる感じです。はい。はい、つまりこういうことです。特定の動物、その動物をハンターにしまう、狩人でもいいしね、その動物を狩人の方向に対して追いやるために地面を叩く役割を演じることを怠った人がいるせいで、まあ誰かが怠ったなんですけど、誰かに言わせたんで、まあ、こんなふうに書きました。誰かがから決めよう。誰かが動物を狩人の方向に対して追いやるための地面を叩く役割を演じるのを怠ったせいで。ネグレクトは何々を怠るってやつです。よろしくお願いいたします。はい、動物を捕まえる機会を逃したとしよう。こんな感じの文章です。多分ここの役は割とできたんじゃないかなと思います。ドライブのところでちょっと苦労したかなとは思いますけどね。一応日本語書いておきましょう。例えば、はい、誰かが狩人の方向へ動物を追いやるために地面を叩く役割を演じることを怠ったせいで。because をせいでって言ってますね、役の方は。で、動物を捕まえる機会を逃したとしよう。はい、こんな感じでいいと思います。あの、まあ例なんで、逃したとしようっていうふうな言い方をしただけです。うん、例なんでね、例えばこうだったとするみたいな言い方をしただけです。では
は割とまあまあまあ割とここはね一番面白いのはこっからつながる回答の部分が面白いんで、はい、回答の部分も多いですか。まあちょっとイメージとしては、まあこれ男子は分かるよね。あのスマブラのドンキでなんとなく分かるよね。まああるんですよ。あの女子たちの交換具合がもう大変なことだったんですけど、地面叩いて敵キャラを弾くことができるんですよ。初期の頃からあったんです。64の頃から。まあいいとして。はい。だからこうやって誰かが地面叩いたら動物を取れてパーって逃げてってそこのところこうやってやるんですよね。ってなところです。はい。でも、サボってんだよ、こういう。これをやるのめんどくさくて、サボとったらめんどくさいやつだ。そしたら、その後どうなるかってここです。これ、ちゃんと訳せたら、アホなことしてます。後に、ダンサーが、これ、アーツ買っとるやろ。新情報やろ。とあるダンサー俺げん。また、新キャラ俺げん。ダンサーが、踊る人が、こうきちんと訳すと面白いから。ね。はい。はい、であえてここからですよ。間違った行動を見せつけるためにその出来事を演じきるんです。で、あえてこっちから言いましたから、またひょっとしたら That person、 この That person がここなんだよ。アキロイだと一致しちゃうから紫でやっていくか。この That person はサボりやがった野郎なんだよ。その人物をひょっとしたら戸惑わせるために間違った行動を見せつけるためにその一連の出来事を演じきるとしよう。わかる？つまりここのダンスってみんなの頭のイメージの中で動物捕まえたらのダンスとかやと思ったかもしれんけど、ここのダンスってお前は叩くのサボったみたいなダンスってことね。これが役取れるかどうか。でもこの時にただなんとかセンターの問題が両問なのはこれね、ぜひあの効率型の私立型の人もどちらもそうなんだけど、ある単語がそれだけのイメージで解かなければやりやすかった。It is easy to imagine はこれ読めるわな。想像するにたやすい。ただその後ね、This would、 このことが discourage。で、皆さんは discourage 聞くと、何々をがっかりさせるのイメージが多いんだけど、discourage って何々をやめさせるとか、何々を妨げるのイメージがある。うん。だからここの discourage っていうこれ簡単な単語なんだけど、がっかりさせるだけじゃなくて何かをやめさせるとか何かを妨げる、防ぐっていう意味で訳せると回答につながりやすかったね、一発で。このことが将来の狩りをルイ、台無しにする振る舞いを防ぐということが想像するに耐えやすい。分かった？だからその狩りでサボったやつがいたら後からダンサー登場してお前はこんな風にサボったみたいな踊りを踊る。だってそう書いてあるから、だから俺こんなことしとったんやって恥ずかしいやん。でその後に最終的にこのことが将来の狩りを台無しにする振る舞いをやめさせることは想像するに耐えやすいってな。ということはやぞ、これめっちゃいいものやぞ。で、ついついざっくり読んじゃって、あ、ダンスって大事なんだなとかやっちゃうと、例えば2番とか選んじゃうよね。ダンスを通じて文化や伝統を、ハンズダウン、いいこと言ってるしね、何々を継承するって言っとる。でも別に今回はそういうことでもない。で、なんなら3番選んじゃう人もいる。お前罰として踊れよみたいな。ね。狩りの、その日の狩りの後にメンバーに、あ、だらしないメンバー、レイジーメンバーズ、だらしないメンバーにダンスをさせるとか選んじゃうかもしれない。4はこれでも、あ、でも選んじゃう可能性もあるね。Desirable behavior。Desirable は望ましいです。これも読み違いしてると、はい。文化的に望ましい振る舞いをダンスによって行う。なんとなくそんな感じになっちゃうかもしれないけど、これ正解1番ですわ。ほら、めっちゃいいもんね。きちんと読めてないといけない。なぜなら、ディスプリンっていう単語を知っとかないといけない。
ディシプリンって動詞なんだわ。ディシプリンって何々をしつけるっていう動詞。しつけるなんていう動詞ね。しつけ、戒めるとかしつけ。だから正解はダンスを通じて不注意なメンバーをしつけるの一番です。これむっちゃいい問題です。選択肢何がいいかって言ったら、第2パラグラフ全体がしっかり読めている必要があることと、例えばこういうディスコーエチみたいな、みんなががっかりさせる、やる気をなくさせるだけだと思ってるものがやめさせる、妨げるとかの意味が分かってないと、いやいや読みにくい。逆にその辺が分かってるとパッと解けるっていうところで、英語のね、キーワードが何に当たるかっていうところが、ね、きちんと理解できてないとし決まらない問題なんでね。あとはそのディシプリンっていう単語が何々をしつける、何々を懲戒するみたいな意味があるので、その辺も分かってるといいっていうようなところでした。はい、両問ですね。両問両問両問。皆さん役の方どうですか。ちょっと見つつ次の問題を続けましょう。非常に感じる。これ地面を叩く。ちょっとダンスの方はあれいいんで、ここは分かる。はい、スレッドを進めます。ショットですね。スラックスだったらパンパンってやつですね。まあ言葉の使い方です。今皆さんに7月技術の英作を配ってます。同時にちょっと新たな世界観でしょ。まあまあでも、ね、多分調べずに書いたらちょっと簡単だと思いますので、やっぱね、細かい、分かってそうで単語の細かい部分ですよね。あ、これは綺麗に入れてます。まあ、この打つが叩くぐらいという字ぐらい。はい。これはなかなか、この読み違いが鍵なんです。ミスは全部逃すって訳すと言います。失敗するはフェイリーだって。まあその辺のシーンっていうのは分かってるといいかもしれない。日本語にするときは日本語でほら最後は必ずもう日本語で終わらせたらいいわ。体言止めにしなくていい。ちょっとこれ最後書ける時間限りでちょっと書けなかったらいいですけど、やってみて出して終わりにしましょうか。英作逃したのがいいわ。失われたのをロストでやっちゃうから、ちょっと日本語こだわっていくといいわ。ちょっとさ、ね、ちょっと妄想はあるけど、でもそうするとこっちも絶対ずれるって変わる。あ、そうそうそう、これはピール。はい、これ今配ったのはぜひやってみてください。7月記述の5年前ぐらい、結構ね幅開けた方がいいんだわ。似たようなの出る確率ちょっとでも上がるんで、近いのやつよりだいたい 4,50 字でテーマ型書くってあります。情景描写、なんかちょっとかわいそうになったよね。エスカレーターはエスカレーターでいいんです。あ、エスカレーター、エスカレーター、あ、A かもしれない。やだね、エスカレーター。あ、そうやな、エスカレーターやもんな。はい、
これは教えておきます、ね、あのそもそも手が出なかったらそれなんかもう書いててももったいないんで、エスカレート上昇するの、OR 機能性です。なかなか英作でもそろそろ3年生だからちょっとずつ機会も受けていったりするといいんだけれども、はい、本当英作の世界はね、なかなか教える機会もないですけど大好きなんですよね。この点の問題って情景描写型って俺は勝手に呼んでんだけど、情景描写が立つって、なんかイラストとか出すの有名なのは毎年出すの一橋絵画出していきます。絵画の説明性150字ってやります。で、俺はよく受験生に伝えるのはこれ使えって。 As if 大丈夫？ As if まるで何々であるかのように、いや、使い勝手によるけどな。大丈夫か？ S 過去形の動詞やからな。過去か、仮定法過去の方はね、まるで何々であるかのように。情景描写はこれ結構使い勝手いいです。いや、ただちゃんと書けんなんだけどね。それ以前にまず人が左側に乗っている右側に乗っているとかの説明ができて、自分がよくやるのは状況説明を客観的に言った後にそれを比喩入れるんだ。ポンで、これはまるでこうであるかのようだ。わかる、うん、気持ち悪いでしょ、こんな人間機械みたいじゃんみたいなのを、うん、入れられる。機械の行動では、例えば Like machinery act、 まるで機械の振る舞いだったのごとくみたいな入れると面白かったりする。アズイフォー情景描写の問題で入れられると、その特に比喩できそうなんですね。うん、こういう。でも大体適当な絵ってあんま入れないもんね。なんか大体癖のある絵が来るから。うん。これなんか典型的なそれやな。うん。まあでもちょっとまだまだ得意そうじゃないので、あと、まあこの問題に対して、結局、何々の左側にとかいうときは基本的に左側右側っていうのは左右にくっついとるやん。だからオンなんだわ。オンだ。しかも絶対特定できるよね。だからこれ左側でやると左のライトだから Right side of によるよ。これが基本。左側、右側とか言われた時っていうのはもうこれが基本。これ何でもいける。写真の左側。On the right side of this picture。この写真の左側に。で、多分ここに何かあるんだわ。例えば、彼女は、座っているだったら、座っているだったら、she is sitting on the right side of these paintings とかいけるわけ。この写真の左側に座っていて。こういう表現がよくあるわ。で、大体 on でやりゃ何とかなる。くっついてるから。くっついてる、うん、あ、ごめん、左側とかいながらドヤ顔でライトとかじゃないですよね。何をしとるよこいつはって感じですけども、はい、よろしくお願いします。はい、こんな感じ。オンを大体つけるんだわ。そういうところを覚えておくと楽です。うん。で、ただその最後に頑張ってね、エミリーが驚いてる理由がいるから。理由、うん、理由がいります。その理由って書いてあるから、エミリーの気持ちになって理由書いておしまいにしないといけないです。これ何でもいいよ。うん、
40から50字なんで、まあ別に超えてもそんな気にしないですけど、こんなのが出ます。こんなのが出ます。ですかね。よいしょ。